バスで天川文化村来てみました。こんな感じですね。メインはこっちの、この裏なんですけどね。では行ってみたいと思います。エントランス30メートル。日本語の案内はないですね、当然ね。はい、こちらがですね、釜山のマチュピチュと呼ばれるですね、天川文化村の景色でございます。カラフルな絵がいっぱいありますね。これカラフルにしたみたいです。はい、では階段を降りてみます。今上の方のですね、見晴らし台というか、まあ展望できる場所にいたんですけども、今度下から見てみますね。まあ下で言っても真ん中辺っていうのかな。で、やっぱり高さ違うと映り方が違うんで、ちょっといろんな風に角度で見てみたら面白いかなと思って、こちらでも撮ってみました。ここがですね、フォトスポットになってるそうです。こっちでも写真撮ってる方いらっしゃいますね。リーフォトゾーンって書いてありますね。カメラで撮ってるんでね、皆さんね。こっちから歩いて行ってみましょうか。これがタクシーみたいですね。結構道が悪いですね。足元こんな感じですね。一周すると2時間20分かかるんで、めんどくさいんでやめました。もう昼なんでね、5時ぐらいまでに今日はチェックインホテルしたいので、釜山駅のロッカーに荷物を置いてきたんで、一回釜山で降りなきゃいけないので、これが韓国の猫です。すごいですね、ちゃんとトイレも公衆トイレもありますね。
これは何ですかね。ゲストハウスだから泊まるところですね、こちらね。ゲストハウスですね、こちらね。マチュピチュに泊まれるんですね、プサンの。大体こんな感じですかね。よいしょ。結構こう坂がすごいんで、こんなところ僕住めません。普段平坦な場所に住んでますからね、こんなやっぱり坂多いところは嫌ですね。登り降りが大変です。多分ですね、こちらね、朝から来て夕方までいたら楽しいんでしょうね。では最後までこの綺麗なマチュピチュをお楽しみください。끝까지마추피추를즐기세요。次回以降も韓国の動画をお送りします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。다음이후에도한국의동영상을업합니다。한국의여러분에게구독하십시오。